岸部選手、準備はいいですか？はい。ゼッケン11番スタートします。さあスタートしました。走る目安はメスミラー。スタートしました。石出選手ですね。三重県から本田選手、マシンのグラム143とか言ってますね。1年ぶりの関西バーラの大会、スパーだからグラムに上げてくれます。ネタ要因として精一杯頑張りますということですけども、あまりネタらしくない走りです。格好はネタだが走りはマジだ。首グリグリ振ってるぞ。さあそのままいいライン、で加速ラインのまま突入していく。合計ターンだが、さあ加速がすごい。はい、それでは N クラス佐藤選手、準備はいいですか？スパイダーマン頑張ってください。ゼッケン1番スタートします。はい、スタートしました。ここからノーミスですね。ノーミス、加藤選手ですね。スパイダーマン走っております。三重県加藤選手ですね。マシンの方がリードラッカー125となっております。TBS、パイロンパーク鈴鹿からの試合、スパイダーマン、KPI の初参加です。記録どころ走りをできるように頑張ります。ありがとうございます。そして TBS ですね、パイロンパーク鈴鹿ではですね、鈴鹿に新しく去年できました、練習会場ですよね。あのジムカーナだけではなく、普通のライディングの、サンデーライダーさんとかが練習でね、走れるのもできるような、非常に走りやすい、リーズナブルな練習になってますので、皆さんもね、ぜひ普通に練習できてくださいと言ってる間に帰ってください。41秒53だけどパイロンで出るぞ1本。